時間だ。山田店長。はい。ちょっとここで、はい。水牛するときに気になってたんですけど、はい。ハドラスコーティングっていうのは、これは一体何でしょう。ですね、今、はい、ゴルフクラブの新常識的なことになってきまして、はい、クラブってどうしても使っていくうちに傷がついちゃうじゃないですか、はい、で今までは宿命だったんですけど、はい、このハドラスコーティングっていうのをやっていただくと、はい、傷が今までよりもつきにくくなってくるんですよ。おで、この加工なんですけど、はい、例えばクラブのウッド、アイアン、ウェッジ、パターとかそういうことスマートフォンとかスマートフォン、はい、はい、スマートフォンもいます。え、そうなんですね、はい、そういうことか。そのなんかスマホでいうフィルムとかよく貼るじゃないですか。っていうことですよね、はい、あれの代わりに、はい、え、もう例えばフィルムの上からもできますし、はい、フィルムなしでもできちゃうっていう。おお、はい、こちらでもそのスマホにもできるんですね。できますよ。すごいですね。私もやってみたいな。やってみます？いいんですか？はい、嬉しい。ぜひお願いしてもいいですか？はい、かしこまりました。やった。メリットが書いてあるんですけど、ちょっとびっくりなのが長持ちで、このコーティング1回したら3から5年持つらしいです。すごくないですか？私結構携帯のフィルムとかだったら多分1年したらすぐ変えちゃうんですけど、3から5年って長いですよね。すごい。しかも10分でできちゃうっていうのもいいですね。ちょっと早速準備ができたみたいなのでやってみましょうか。はい、いいですか？はい、大丈夫です。先ほどはいお求めいただいたはいウェッジの方、はい、こちらの方をやらせていただきます。ありがとうございます。はい、で、まずヘッドの方で基本的にはフェース以外でもやらせていただくような形になってます。あ、そうなんですね。はい、まずやります。はい、このちょっと特殊なお水を使って。特殊なお水。はい、指紋とかの汚れをまず純アルカリ水なんで、はい、汚れを浮かせれるんですね。お、結局指紋とかについてる皮脂の汚れとかっていうのも、はい、これコーティングに邪魔しちゃうので、はい、実はこんな感じでしっかり残ってくれるんですね。はい、でこのウェットティッシュみたいなシートタイプをはい、使うんですけど、これアイアンとかパター用のやつなんですね。はい、はい、これでですね、素手で触っても大丈夫なんですけど、指紋とかにやっぱり影響しちゃうので。あ、そうですよね。手袋つけてね、指紋の要は触ったところに皮脂がついちゃうってことなので、はい、そういったのの予防で手袋します。こういう感じで全体的にまんべんなく塗り込んでいきます。うつ面以外のところ。あ、すごい、そこもやってくれるんだ。はい、結構この辺砂飛んだりとかして傷つきやすいですからね。そうですね、確かに。でこちら側の方もで、ガラスのコーティングっていう形なんですけど、はい、これがですね、水でくっつくような形になります。面白い、はい、化学反応で、はい、こんな感じと、しっかりと拭いてあげる形ですね。すごいですね。これ、はい、ドライバーは違うんですか？ドライバーはい、シートが違うシートを使いまして、はい、そっちのタイプの方がウッドとかって円形なので、はい、円にこうまんべんなくつくような素材になってるっていうものが工夫されてる、はい、すごい面白い。こっちの方ですとシールも貼らさせていただいてまして、でやったのが分かるような形になってます。すごい、はい、あと、ハドラスコーティングされたクラブに関しては、うちのお店で PGA のお店もそうですし、はい、ゴルフパートナーの方でもこのハドラスシールが付いているものに関しては買取金額が上がるような形で、おー、はい、今出てますので、はい、嬉しいですね、はい、それは愛着がでも湧きますね。そうですね、はい、傷もつきにくくなるので長く使っていただくことができるかなと。あ、嬉しい、はい、せっかく会うクラブなので大事に長く使っていただきたいので、はい、いや本当にずっと愛用します。はい、ぜひ
50度の方がまだやってないんですけど、はい、そうですね、比較してみたい。どうでしょうか。こっちが今コーティングしてもらった方で、こっちはまだしてない方なんですけど、結構画面越しだと難しいですね。そうですね、パッと見正直わからないぐらいにはなるんですけど、はい、本当に細かい重さも変わらないぐらいな薄さなんですけど、しっかりとコーティングがついてます、はい、わーすごい嬉しい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあもう一個の方にやっちゃいますね。はい、お願いします。これ今アイアンの方とかウェッジとかだと、はい、頭の部分をやると2500円いただいてまして、はい、で実はシャフトもできるんですね。あ、そうなんですか、はい、シャフトの方とかもやるとプラス1500円。すごい、そっか、シャフトもやってくれるんですね。そうなんです、スチームシャフトとかにやるとサビとかの部分になってくるので、はい、本当にずっと長持ちですね。確かにそしたら使えますね。やっぱりスチールシャフトって長年使われたりとか、うん、まあ関東圏はそんなんですけど、海に近いコースとかよく行かれる方だと、はい、とかも浮きやすいので、そういう方も、はい、なおさらこのコーティング大事ですね。大事です、はい。ちなみにこれアイアンとドライガーとかでお値段変わる、はい、お値段変わります。ドライガーのヘッドだけ3000円で、はい、あとのヘッドはフェアウェイユーティリティも全部2500円いただいております。ちなみに先ほど言ってたスマートフォンの方が3500円いただいてます、はい、3500円で、はい、よく画面見えないようにするブロックフィルムとかの上からもできるので、あ、そっかそっか、はい、人によってはそのやっぱり、ま、個人情報というか、はい、大事にされる方もいらっしゃるので、はい、フィルムの上からやっても大丈夫という形でメーカーからは。これオフィシャルかどうかは別なんですけど、はい、私の肌感覚でドライバーとかにハドラスを塗っていただいた方、はい、本当に微細の空気抵抗が減るのか、はい、若干ヘッドスピードが上がりまして、え、飛距離が伸びる方が多いんですよ、すごいですね、はい、これ多分公式じゃないと思うんですけど、はい、表面上がつるんと綺麗に、要は工業製品上の細かい凹凸がなくなることで空気抵抗減ってくれて若干ヒル伸びるのかなって思ってるんですけど、すごい、ちょっとそれは都市伝説的な信じるか信じないか、はい、まあ、一番の目的は傷をつきにくくしますよっていうところなので、はい、長く使いたい方にぜひやっていただきたいなと思います。あ、いいですね、嬉しいです。これコーティング、はい、50度で出来上がりました。早い。なんで1本あたり5分10分からも受付するので、はいはい、で新品じゃなきゃダメっていうわけでもなく、もちろん今使ってるクラブでも、うん、コーティングさせていただくことは全然可能と思ってます。お、はい、素晴らしいですね。あとはですね、シューズもできます。え、シューズもできるんですか、はい、それめちゃくちゃありがたいですね、はい、白いシューズとか買われた際ってラインブレ行かれるとすぐ茶色くなっちゃって切り替わったりするじゃないですか、1回で汚れちゃいます、はい、でシューズに関してはもう極力新品の未使用の状態でやりたいんですよね。はい、そうですね、確かに濡らしていただくとやっぱり撥水性能とかも変わってくるので、はい、非常に白の綺麗さっていうのがキープできたりとか、うん、で一部スウェード地だったりとかメッシュの素材っていうのはこの液が中に染み込んじゃうのでちょっとできないんですけど、よくあるゴルフシューズっていう人工皮革とか天然皮革なので、はい、まあ、基本的に大丈夫です。なるほど。膜張るんですけど革の要は通気性を損なうことはほぼしないので、はい、蒸れるんじゃないのとかっていう心配もないので。あ、すごい、めちゃくちゃ便利ですね、はい、うちの方でもシューズ買っていただく方にそのお話すると、はい、結構な確率で皆さんやられます、はい、そうですよね、私もやってみたいと思います、ね、はい、じゃあ50度完成です。あ、ありがとうございます。嬉しい、完成しました。大切に使います。ぜひ、はい、ありがとうございます。からスマートフォン、あ、そうですね、はい、じゃあスマートフォンもやってみようかな。ケースもできるんで。ケースもできるんですか。はい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 。したら先ほどと同じようにこのちょっと特殊な水の方で、はい、まずケースのヘッドも拭いていくと。はい。これとかが付着しにくくなると、はい、嬉しいですよね。なんか気になる方いらっしゃるじゃないですか。携帯に汚れ。やっぱり指紋とかも拭きやすくなりますし、そういうことから気にされる方も多いので、
これだけでも全然違ってくるかな。でカメラのレンズの上からもできちゃうんで、すごい。全然じゃカメラのレンズも結構割れにくくなるんですね。そうですね、はい。ありがたい。今度使う素材が、はい、抗菌ウイルスっていう仕様がなってまして、おスマートフォンの画面とかにやれると菌がつきにくくなると。すごい、ね、このご時世、このご時世すごいすごい便利ですね、はい、こういう形に。で今度はですね、はい、水使いません。もうこれだけですか。これだけです。へえ、おおすごいすごい。で液のこれ多分いる方じゃないと分かんないんですけど、匂いとかも全然違うと思うんですよね、はい、ちょっと甘い匂いがするのがこの抗菌のやつの特徴になってるので、液体でやるので、はい、あの防水がついてるものを推奨します。ああ、そっかそっか、はい、そうですよね。ありがたいです、すぐ落としちゃうので。そうですよね。あ、すごい。私も携帯毎度 iPhone を変えて毎回1回は割るんですよ。割っちゃいますよね毎回1回割ってたんですけど、前回の、今携帯変えたんですけど、はい、前回の携帯の時はひびも入らず。本当ですか、はい、すごいですね。少し表面上に薄く線が入ったかなぐらいの、ひびというよりは傷っていう程度で済んでくれたので、あ、やっぱ効果あるんだな。ありますね、はい、安心ですこれ、はい、ありがとうございます。はい、PGA さん、他の店舗でもやってますか？はい、全国の PGA でもさせてもらっております。あ、そうなんですね、はい、そしたらぜひ気になった方はお近くの PGA さんで、はい、ぜひ試行していただいてください、はい、で本当にあのこの長持ちをしたりとかウイルスをはじくじゃないけど、はい、アセシンクしたりとか、アセシンクしたりとか、はい、本当にあのメリットたくさんあるので気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、はい、本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思ったら高評価とグッドボタン、そしてコメントお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。